はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。うちのコンビニタバコないって分かってんのにタバコ求めてくるやつ、マジニコ中。てなわけですね。今回はですね、バトスタの、累計の S 値系をね、全部引いていきたいと思います。まあ、恒例のやつですね。なんかね、今回はね、すげえ引ける気がするっていうのも、なんか夢でね、なんか水鳥のね、SR が出た夢を見まして、いらないんですけど、まあ、とりあえず SR が出たってことで、まあ、弾けるんじゃないかという勝手な自尊心を抱いております。というわけで、まあ、毎度おなじみ 10% から弾いていきたいと思います。ここでね、まあ、特攻キャラ出たら、ま、作り直すのもありかなと思ってますが、まあ、私自身、まあこれから3日間、まあ合宿に行ってしまうので、まあちょっとパワープロはできないということで、まあ、無理かなと思ってます。では 10% から行きましょう。よし、ググリーの？ググるのは大事。そして、青いな。青い空、白い雲。素敵だな。おー、いいっすね。まあまあまあ、解放ワンチャンありましょう。で、30% に行く前に、ちょっとある方法思いついたんですよ。一旦上限解放を失敗しとくことによって、乱数をね、調整したいと思います。てなわけで、この柳生ちゃんのね、PR とかに、無駄に R を混ぜていきましょう。まあ、これで成功すれば、まあ、今回は、出ないのかなと。まあ、失敗ですよね。で、次、コンノちゃん。ミサキちゃんの PR にも突っ込んでいきましょう。はい、こちらですね。これで失敗すれば、きっと出てくると思います。ここで失敗すれば。OK! これは出るぞ。30% を2回外したということは、この3回目。まあ、ほぼ 33.3333% の確率で出るということなので、これは期待できます。いきます。GO! 虹出ない。虹割れない。やばい。あーくそ。なんだよ。マジで32秒くらい無駄になった。来い。いや、ま、君はね、帰らぬ人となってしまったんだよね。まあ、詳しくは、全然、ん?前々回の動画ですか。をご覧ください。くそー、またパーチ系で弾けなかったか。まあまあまあ、本題はこっちなんで。こっちでね、まあ、誰だろう。犬木。そう、犬木だ。犬木だったり、まあ、須藤くんだったり、狙っていきたいと思います。いやーねー、なんか、もう僕最近ガチャとか、PSR 確定以来引いてないんで、ちょっとね、楽しみですね、SR が出るというのは。というわけで、私のバトスタは、こうなりました。さあ、何ですか何ですか。おお、いい演出。いい演出で、左京が出るオチは、この間見たんで、頼むぜ。お願いします !Thank you, please!いや、まあね。まあね。まあ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 ね。解放が進んだという形ですね。はい。まあね。弱いキャラじゃないんで。決して。まあ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 、外れが出るよりかは良かったのではないでしょうかというふうに、ちょっと強がってますが、最近ちょっと引きが悪いっすね。ていうか、PSR の確定ガチャもあんまり引きよくなかったんで、まあ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 、ここで大どんでん返しを起こしたいと思います。というのも、あれ?スクロールができない。ちょっと待って。おい、スクロールができないんだけど。あ、できた。いや、なんか、めっちゃカクついてる。また、ちょっとメンテ早よ。マジで。このね、岩井くんに、
PR をぶち込んで解放することによってもうすべてチャラですよ。もう全部チャラになるんで頼む。ちょっとこの間ね、裏側が 5% 通ったんで、なんかすごい来る気がする。すごい来る気がする。不可能じゃない。 5% っていうのは不可能じゃない。ちめ言葉がもう出ないや。いきます。頼む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 。奇跡よ、起きてくれ。あーくっそー。てなわけで今回の動画は以上となります。はい、ちょっとね、次の動画は何になるかわかんないんですが、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。でパソコンの方は右上のチャンネル登録ボタンから、スマートフォンの方はね、右下のチャンネル登録ボタンお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。